はい、ということでこんにちはこんばんは、白銀のハトです。今回はバゼットさんバレンタインピックアップが来たということで弾いていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速ね、1日1回の無料召喚から行っていろいろやっていきましょう。もうここで出てくれても正直なところいい、入ってないということで、まあ普通にやっていこうかな。まあ10連の方でいいでしょう。予備封が微妙に1枚足りないっていうのがすごい嫌だなって感じがするんですが、まあまあ別にいいでしょうということでね、まあ今回いろいろなピックアップがあるんですが、なんかバレンタインのピックアップすごいなんかすごくない、なんか やばくないっていうぐらいにさ、なんか超大量にあって、しかもさ短期間でいろいろあったりするからさ、なんかすごいことになってるよなって個人的に思ったりしているんですが、本当にすごい感じになっています。はい、まあストゲンのキャラクターもいればそれ以外のキャラクターとかも一定数いたりとかするんで、結構うわなんだこれって感じかな。はい、メリティラブありがとうございます。ガラテアのこのレースを普通にね欲しかったんで、おお金エース、いいね、この金エース幸先いいよ。アルターエゴだったらもうこれで終わり終わり終わり、セイバー、はいセイバーということでデオンくんちゃん、まあ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 、まあ、ただ幸先はいい、幸先はいいから大丈夫、まだなんとかなる。でそうだ、ピックアップこれ今回どうなんだったっけ、男性サーバント出るのかな。いつものバレンタインだった場合女性サーバントしか出ないみたいな形だと思うんだけど、あの今ねその裏でそのガチャの一覧のやつをバーって見てるんだけどさ、あの書いてることが多すぎて、あのどこに何があるのかわからないっていう状態になってるんだよね。うん、まあただなんか女性サーバントが多い気するから、これは多分女性サーバントのみのピックアップになってんのかな、どうなんだ。そうっぽいね、性別が女性サーバントの他に下記サーバントも対象に含まれますって書いてて、デオンくんちゃんとエルキル・ディオスクライ・アストルフォがいるっていうことは、まあ女性サーバントしか出ないっていうことだね。はい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 、ということでまあそれは別にありがたいとして、まあいろいろ引いていくんですが、まあ今回やっぱ概念霊装の方を狙いと、まあまあバゼットさんですねっていう形なんだけど、まあバゼットさんやっぱりカウンター宝具なんだね。うん、なんかカウンタースキル効果を付与する宝具についてとかいろいろ書いているんですが、まあちょっとそこら辺を読んでいこうと思ったんだけど、自身の攻撃力をアップ、オーバーチャージで効果量アップの、ターゲット集中、通常攻撃、通常行動の対象になった時に行動後に敵団体に超強力なクイック攻撃耐性スター獲得、特殊な行動発動しない、なんか怒り役といろいろって書いてるんですけど、まあなんか使ってみないとこれわかんないって感じのやつですね。はい、ということでレオンくんちゃんと概念レースをありがとうございます。20連目やっていきましょう。まあやっぱりカウンターホーグでしたね。うん、まあフラガラック自体がカウンターホーグなんだろうなみたいなのを思っていたんですが、まあとりあえずカウンターホーグで、とりあえずまあまあまあいつも通りのやつだったんだなって感じかな。で、あ、書いてるね、自身に無敵回避、防御力アップやダメージカットなどが付与されてダメージを受けなかった場合でもカウンターによる反撃は行われますと書いているから、無敵と組み合わせてあげるとすごいいいのかなっていう感じかな。うん、で複数ヒットを受けた場合でもカウンター攻撃は1回までとなりますみたいなこと書いているんで、まあどうなんだろうな、ターゲット集中付与してくれるんで、まあうん、まあ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 ワンチャン、まあ食らって敵ぶっ倒してっていう周回方法はあるのかもしれないぐらい。ただまあ多分関係ないだろうね、普通に周回向きっていうよりもどちらかっていうと高難易度とかで強いキャラクターなのかなとか思ったりしております。はい、ということで、バゼットさんのスキル構成見たいなと思ったんで、バゼットさんのスキル構成多分ツイッターでググったら出るでしょう。はい、出ない、何まだ出ないのか、いやスキルって打たないといけないな。まあ今13分ぐらい経ってるんで、まあ割かしいろいろあるとは思うんだけど、はいはいはい、バスター性能、急性能、クリー力アップとまたキャスター特攻付与状態、なんか最近キャスター特攻付与状態すごい多い気がする。ん、じゃあキャスター特攻、キャスターの有利を取るんじゃなくてキャスターに特攻を取るんだ。あー、じゃあこの子キャスター相手だったら相当強いのかなっていう感じかな。でそこから自身の NP 増やしてスター集中度のクリー力アップの回避付与1ターンの弱体無効にスター獲得あるって、おお、なんか結構使い勝手としてはなんかやりやすそうだね。まあ宝具がカウンター宝具なんで、そこがちょっとまあ使い勝手として難しいかなっていうのがあるんだけど、それ以外のスキル構成は割かしまあ使
勝手がいいスキル構成が並んでいるんで、そのことを考えたら結構いいのかなっていう感じかな。うん、まあまあこれは普通に使い勝手良さそうな感じがするから、ちょっと欲しいねって感じだね。で NP を増やすが何パーセントなんかな。 50% ぐらいだったらやばいとは思うんだけど、うん、まあ 30% か 50% なんかデータ出してる人がいるけど 50% らしいかもしれない。はい、ということでスカですね。なんか概念レース多い気するな。ということで30連目やっていきましょう。はい、まあ頼む来て空風林というかカレンとかとそこら辺と合わせたいっていうのがあったりするから、頼む、そこら辺早めに来てくれ。来てくれないと俺個人がすっごい困るっていうのがある。で思ったけど今回カレンのピックアップってあるいや、ピックアップ2でワンチャンありそうだなとか思うんだけど、一応バゼットさんのみのピックアップしか今のところないっていう感じが、はあ、ははあ、で、それ以外のスケジュール関連はまあいろいろあったりはするんだけど、カレンはないという形になっているから、そのことを考えたらカレンのピックアップいつ来るんだ、1週間後かに来てくれたらまあそこら辺で勝負になるんだけど、ね、ピックアップの数多いなやっぱりそのピックアップの数がマジで多くてさ、その画像を見てもらったら分かるんだけど、もう埋まりがなんかぐちゃ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 ってしてるからさ、なんかそういった意味ではすごいなってすっげえ思ってる。うん、どうなんでしょうね、ピックアップ来るんでしょうか。はい、でまあアサシン出るね。なんか女性サーバン、まあテイレア自体の女性サーバント率的なことを考えた時にアサシンが出やすいっていうのはあったりはするんですが、まあできたらそういうの関係なしで来てほしいな、早めに早めに来てほしいな、来てくれたらな、すごい俺は嬉しいんだけどな。普通にカレンもう欲しいし、バゼットも欲しいしみたいな。まあカレンとバゼット両方とものピックアップをねうまいこと引かないといけないっていうこの環境下に置かれてるんで、そういった意味では早く来てくれ、頼む。もうアルターエゴの金の輝きを私は見たいです。はい、で今回なんかスキル強化とか、あ、カレンが宝具強化されてるね。まあでしょうね、うん。ほー、あ、混沌特攻に変わってる。これは普通にいい強化っすね。はい、まあ、あのカレンに関しては正直なところ宝具強化来るんだろうなとかはまあね、あの来てくれたらいいな、かっこ濃いって思っていたんですが、まあそこのところ来てくれたんでよかったかなとか思ってます。まあ混沌相手だったら地味に火力として使えるのかなっていう感じかな。うわ、宝具レベル2にしたい。でというか概念霊装もすり抜け多くない？あれ？俺星5概念霊装も欲しいんですけど。40連目やっていきましょう。はい、いやというか頼む、バゼットさんも来てほしいんだけどさ、あの星5概念霊装のあれも欲しいんよいやマジで本当にね、あのモルガンとメトリコのな、モルガンとメ、あれそこら辺のメルジーヌって言おうとしたな、トリコとバーバンシーのやつも欲しいって思ってるからさ、あれトリコとバーバンシー全部一緒だね、なんか今頭の中ぐちゃぐちゃしてるね。モルガンとバーバンシーのやつも欲しいなって思ってるからさ、そこも早く来てほしいんだよね。地味にね、今回の霊装が攻撃ぶりかつ無敵貫通の防御威力アップの NP5% 獲得量アップになってる、まあ、地味に高難易度とかで使えそうかなっていう、まあ、概念霊装になっているんで、マジでねバレンタインウィッチャーズもう欲しいんだよ、欲しいんだよ、来いよもう星4のメルティラブに関してはね、星4霊装だからまあ一突できたらいいなとか思ってたりはしたんだけど、もう星5概念霊装も早めに出てください。ホッサン霊装も普通に嬉しいです。はい、いっぱい欲しいです。もう星5とバゼットさん、そのどっちか出てほしい。どっちか出てくれると気持ち的になんで、どうして鋼の鍛錬がそんなに出るのもうなんでさ、そういうピックアップよくわかんないことはさいっぱいするんだよマジで、本当にさ。まあまあ仕方がないんだけどね、星4概念霊装ってすり抜け多かったりするから、すり抜け多いんだったらイリアの概念霊装の方が欲しいんだけどね。うん、いやけどマジで来ないか、本当に来てほしいんだけど、どっちが来てほしい、どっちがなんかポロって、まさかやっぱアルバティな。まあ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 、そういうこともある、そういうこともあるけど違う、そうじゃないんだよな。星4サーバントがガン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 すり抜けていくのも嫌だなマジで、どうしてなんだマジで。いやまあ別にな、コッションサーバントが良くないっていう感じではないんだけど、金に輝いて、アルターエゴでいい、アルターエゴでいい、アルターエゴがいい、アルターエゴがいい、いい、ランサー。はい、何ですか、
うおん、ワルキューレと、まあ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 確かにな、星4サーヴァントがな、まあ、ランサーで星3サーヴァントがあんまりいないからな、まあまあまあ出やすいっていうのはわかる、わかるけど違うんよな、そのそっちじゃないんだよな、俺が欲しいのはアルターエゴなんよね、あと星5概念霊装なんよね、まあ、引きとしては別に悪くはないよ、悪くはないけど違う、そうじゃない。さて50連目やっていきましょう。はい、もうどうですか、あと一発でとりあえず積もりたいけどね。いや一応ね、星4サーヴァントの出はめちゃくちゃいいんで、結構ね望みはある、望みはあるんだけど、どうだっていうよくあるやつよね、ちょっと怖いよねって感じよね。あの星5概念霊装も早めに欲しいです。はい、どうして来ないんですか。はい、ということでね、まあ50連引いてきたんですが、まあ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 、ピックアップのサーヴァントという概念がなかったでしょう。はい、いやーマジか、なんか星のサーヴァントの引き結構良かったからね、なんかワンチャンいけるかなとか思ったんだけど、まあ一応引けたのはデオンくんちゃん、パールバティ、ワルキューレ、概念霊装の方は星4はめっちゃ引けてるんだけど、星5概念霊装が引けてないんで、ちょっとそこだけって感じだね。うん、まあ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 仕方がない。まあシャープ2に続くとしましょう。バゼットさんとモルガンの概念霊装を狙って早く来てください。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。それではシャープ2でお会いいたしましょう。バイバイ。Shoot, shoot, shoot.